6日間の戦役は、第6次大仏大同盟戦争中の1814年2月10日から2月15日にかけて、同盟軍がパリに迫る中ナポレオン・ボナパルトの軍勢が勝利した最後の戦役だった。6日間の戦役において、ナポレオンは、ゲプハルト・レベレヒト・ホンブリュフヘルの主ジエン軍を4度撃破した。ナポレオンは、 軍勢3万でブリュフヘルの軍勢5万から5万6千に1万7750人の損害を与えた。しかし、シュバルツェンベルク港、カール・フィリップ率いるボヘミア軍がパリに迫ってきたためナポレオンは、ブリュフヘル軍への追撃を諦めざるを得ず、ブリュフヘル軍が大損害を受けつつも、援軍の到着で回復することを許した。その結果、オーシャンの敗北から5日後には、 シュ主ジエン軍が再び攻勢に出た。第6次大仏大同盟戦争において、フランス軍は1814年初までに、ドイツでも、スペインでも、敗退、北東と南西から、フランス本土への侵攻をすぐにでも受けるようになった。北東の戦線では、同盟軍が3つの部隊に分けて、フランスへの侵攻を準備したが、6日間の戦役までに、フランス国境を越えたのは、 夏季の2部隊だけだった。同時期には、ウェリントン公爵が、ピレネー山脈を越えて南西から進行してきた。ナポレオンは、フランス南西部の守備にニコラジャンド・デュースールト・元帥と、ルイ・ガブリエル・スーシェ元帥を残し、自身は、北東部の守備を指揮した。ナポレオンの軍勢は、約20万人だったが、うち10万以上は、スペインとの国境で、ウェリントン公爵と対峙しており、 さらに2万人以上がアルプス山脈の通り道を監視していた。そのため、東部と北東部国境の守備に使えるのは8万人以下であったが、以前のドイツ戦域などと違い、自国領であるため食料と連絡船の確保は容易だった。1月から2月の1週間目まではフランス北東部での戦闘に決着がつかなかった。1月29日のブリエンヌの戦いではナポレオンが、 ブルッフヘルの基地を奇襲して、あと少しでブルッフヘルを捕虜にできたが、ブルッフヘルは、翌朝に、数マイル東、バールシュルオーブのアイロを見張ることができる強固な陣地に、撤退した。ブルッフヘルはそこで、オーストリア軍の前衛と合流した後、後ろの通路が詰まっていて撤退が無理なことを鑑みて、海戦を選択した。2月2日の正午頃、ナポレオンが攻撃を仕掛けたことが、 ラロティエールの戦いの幕開けとなった。天気がひどく、地面も進みにくかったため、フランス軍の主力である大砲はほとんど使えず、さらに雪がたびたび吹き荒れたため多くの渋滞が方向感覚を失い、コサック部隊の猛攻を受けた。戦闘の損害自体は、フランス軍より同盟軍の方が上だったが、ナポレオンは、レスモン、続いて、トロワに撤退。 オーギュスト・ド・マルモンを敵軍の監視に残した。道路の状態がひどく、また、シュバルゼンベルクの参謀本部が不活発のままなこともあり、追撃はなされなかった。しかし、ブリュッヘルは4日に、この不活発さに苛立ち、所属国プロイセンの国王フリードリヒビルヘルム3世の許可を得てマルヌ川に移動した。ベータルートビヒフォンデア・パーレンのコサック部隊が、ブリュッヘル軍の左翼の守備と、 オーストリア軍との連絡役として付けられた。パーレンの援護で安全と考えたブルフヘルはビトリからマルヌ川沿いの道を進軍。各渋滞は悪天候もあって、食料調達と甘宿りがしやすいよう分散して進軍した。ブルフヘル自身は2月7日、8日の夜には偵察部隊に近くなるよう左翼にあたるセザンヌにいた。 残りの軍勢は、エペルネー、モンミラユ、エトージュに分散しており、援軍は進軍の最中でビトリ近くにいた。その夜、ブリュフヘルの参謀本部は再び奇襲を受け、さらに、ナポレオン自身率いるフランス本軍が、全速前進して、分散していた、ブリュフヘル軍を攻撃しようとしていた。しかも、パーレンのコサック部隊が48時間前に撤退したため、 ブリュッフヘル軍の左翼は、ガラ空きだった。ブリュッフヘルは、江東寺に撤退して、核文献体を結集させようとした。しかし、ナポレオンの進軍は、ブリュッフヘルが行動するには早すぎた。ナポレオンは2月10日のシャンポベールの戦いで、ザハールドミトリエベチオルスーフィエフ率いるロシア第9軍を撃滅、自軍の200人の損害で、ロシア軍に4000人の損害を与えた上に、 オルスフィエフ自身を捕虜にした。これにより、フランス軍は、ブリュフヘルの後衛と本軍の間に割り入った。ナポレオンは続いて、後衛を、攻撃、2月11日のモンミライユの戦いで、ルートビヒヨルクフォンバルテンブルクと、ファビアン・ゴットリープ・ホンデア・オステンザッケンを、撃破自軍の2000人の損害で、同盟軍に4000人の損害を与えた。ナポレオンは、 翌日のシャトーイコールティエリの戦いで二人を再び撃破した。フランス軍の損害は約600人で、プロイセン軍の損害は1250人、ロシア軍の損害は1500人、さらに同盟軍が大砲九門を失った。ナポレオンはさらに、シュレージエン軍の本軍に打撃を与えた。2月14日、エトウジュ近くで正規した、ボーシャンの戦いは、ブルッフヘルが敗北。 ベルティーマで追撃を受ける結果となり、プロイセン軍が7000人と、大砲16門を失ったのに対し、フランス軍の損害は600人に止まった。これらの大敗北により、シュレージエン軍全軍が撤退を余儀なくされ、ナポレオンは、エドワール・モルティエ元帥とマルモン元帥に追撃を、命じタ後ト・ロワに急行した。デイビッド・ザ・ベッキは、自身の著作ジャーマニアと王手書きのように述べた。 後世の論評者たちはナポレオンがこの戦役で予期せぬ波外れた結果を出したと述べた。例えば敵軍を約2万人撃滅したことで敵軍の人数を半分近くに減らした。ナポレオンの軍勢は敵に数で勝たれていたためナポレオンはそれまでの勝利のように力づくで攻めるのではなく慎重で戦術的な行軍で戦った。しかし戦役は 同盟軍を集結させ、その内部不和を終わらせる一助となった。マイケル・レッジエールは、自身の著作ブルーチャー、スカージ・オブ・ナポレオンで、ヨハンネ・ネポームクフォンのシティッツリーネックの言葉を引用して、この戦役がナポレオンの実戦指揮官としての才能を、敵のご部隊を一つずつ撃破することで示したと述べた。しかし、ナポレオンがブリュッヘル軍を全滅できず、 その残存部隊をドイツに追い返せなかったことで、彼は同盟軍の条件を飲まずに講和を迫る唯一の機会を失ったのだった。ナポレオンがその後もシュバルゼンベルクとブリフヘルの軍勢を撃破し続けたことで、同盟軍は戦役が6週間続いた後も全然成果を得られなかった。同盟軍の将軍たちはまだ自軍を集結させて、 ナポレオンを海戦に引きずり出そうとする望みを捨てなかったが、3月20日のアルスイシュルオーブの戦いがオーストリア軍8万対フランス軍2万8000だったように人数差が絶望的だったためナポレオンは戦術を変更した。この時、ナポレオンには2つの選択肢があり、一つはパリに撤退して同盟軍が講和に応じるのを期待することだったが、 これは彼自身率いるフランス軍からパリを奪取することが極めて困難で時間がかかることが理由である。もう一つはロシアが2年前にモスクワを放棄したようにパリを放棄することだった。最終的に彼は後者を選んでサンディジエに撤退、続いて中流軍を集結させて全国に侵略者への抵抗を呼びかけ、その連絡船を攻撃しようとした。同盟軍が ナポレオンの行動計画の概要が書かれた手紙を奪取した。同盟軍の指揮官たちは3月23日に、プジーで作戦会議を開き、最初はナポレオンの計画に従うことにしたが、翌日にはロシア皇帝アレクサンドル一世とプロイセン王フリードリ・ヒビル・ヘルム三世とその顧問が本位して、フランス軍の弱点であるパリへの進撃を決定、ナポレオンによる 連絡船寸断もやむなしとした。同盟軍は一直線でパリに向かった。マルモンとモルティエはそれでも抵抗すべく、モンマルトルの高地に陣地を構えたが、後にもはや抵抗しても無駄と考えて3月31日に降伏、パリの戦いが終結した。この時、ナポレオンはまだ、この衛兵の残存部隊と少しばかりの文献隊を率いて、 オーストリア軍公営を突き進み、パリのフランス軍と合流すべく、フォンテーヌブローに進んでいた。ナポレオンは無条件退位の発表と、フォンテーヌブロー条約への署名を余儀なくされた。彼はエルバ島に追放され、ルイ18世がフランス国王に即位した。フランス王と同盟諸国の代表は5月30日にパリ条約を締結、ここに第六次大仏大同盟戦争が正式に、 集結した。しかし、この時点ではナポレオンは完全に失脚していなかったことが後日明らかになる。ありがとうございます。